今回紹介するのは「レンタルチャイルド」という本です読書後は脳天をガツンとやられてぼーとしたまま半日以上何も考えられなかったなんと言えば良いのだろう何か言わなければならないと思うけどそれが言葉になって出てこないそれほどすごい本だったこれまでこの著者の本を2冊読んだことがあるだが これまでのハードさとは全然違う。これまでの本はホッとしたりドキッとしたりの連続で一緒に旅しているような気分だったのだが、このレンタルチャイルドはずっと頭を叩かれているような気持ちだった。こんな衝撃が300ページも続く本なんてもう一生出会えないのではないか。以上。興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。